ストリートやってます。よかったら集まってください。あ、すごい。ストリートやってます。よかったら集まってください。なんか応援したい感じやな。よかったら集まってください。ストリートやってます。ちょっと暑いんで扇風機回してます。そうか、この暑い中頑張ってねんな。じゃあちょっと歌わせていただきます。ちょっと暑いんで思いっきり顔に当てちゃおう。じゃあ聴いてください。夢。珍しいスタイルやなこれも。夢の続きを見たくて、扇風機当たってるから、あなたの前でこぼれる、これ宇宙人になっちゃってる。僕の夢の物語、今は我慢したらええの扇風機。あなたのためだけに、扇風機のせいで僕はずっと、誰か言うてあげないと。あなたのためにちゃんとした声が聞きたいのに。今までずっとスイッチ切ってあげよう。僕の中にある。スイッチ切りますね。あ、スイッチ入れ忘れてました。すいません。なんで延長コード届かないんで。あ、そういうスタイルってこと。じゃあ諦めよう。思いっきり歌います。僕の中にある。あ、そういうスタイルなんや。珍しい歌手やな。ますます応援したい。追い続けたい。チャンネル登録よろしくお願いします。子供の頃はよくやりましたよね。あ、コードついてなかった。そういうスタイルなんですよ彼。ジャルジャルのネタサロン、ジャルジャルに興味あるやつ。これがどんなところか知ってますか？そう、彼はマネキンだったのです。私が説明しましょう。ジャルジャルと一緒にコントをしませんか？ジャルジャルタワー。